俺だ。そうそうエース登場。あ、裏エースが裏エース来た。じゃあ、あのエースあの前に貼り付けたんで。よろしくお願いします。じゃあファイオーでいくよ。せーの、ファイオー。オッケー。オッケー。確かに。おやばい。いきますよ。3、2、1。もう一回いきましょうか。サッカーだってウォーキングフットボールだったりするんで。いきますよ。せーの、3、2、1。何がおすすめなんですか。すごい左肩気にするんですか。はい、さん。ああ。はい、ありがとうございみなさんこんばんは。金沢総本舗来てます。松の雪が越えされてる風景で立派な松です。こちらお庭です。自販機で、まあ、24時間買えるみたいなので、お店は5時半までしか営業しておりませんが、どうぞ買いに行かれる方は自販機で購入してください。それから大島さんとミニ忘年会チーム神田かっこ乾杯します。よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ乾杯。乾杯。じゃあいただきます。大島さんの愛犬、お名前は？セナです。セナちゃんと一緒に散歩に高田城公園ですかね。そうですね。来てます。はい、散歩しましょう。こんにちは。こんにちは。こんにちは。神田がもう幼稚園の頃からね、遊びに来てる楊即寺さんですね。楊即寺さん見てくださいよ皆さん。これこの紅葉めっちゃ綺麗でしょ。これめっちゃ綺麗でしょ。神田が幼稚園から遊んでる楊即寺さんめっちゃ有名なんですよ。これ綺麗でしょ皆さん。これほら、この紅葉めっちゃ綺麗でしょ。最高。
めっちゃ綺麗。神田の家から歩いて3分。めっちゃいいとこあるんで、今日は紹介したいと思います。皆さんに。こんにちは、神田です。昨日の土曜日に背番号18番早川選手と背番号39番西村選手の契約更新が発表されました。まあ、今日はね、日曜日14時現在なんですけども、まあ、今日は今のところなんですけども、契約更新のリリースがない。と思いますので、まあ、このまま今日はね発表されずにまた明日から、まあ、契約更新のリリースが続々と発表されていくんじゃないのかなと、まあ、神田は思います。まあまたね、明日からの注目に皆さんねワクワクドキドキしながら吉報を待つという感じになっていくんじゃないのかなと。まあ本当に前の動画でもお伝えしましたが、まあ来週から結構ね、リリース、契約更新のリリースがされていくんじゃないのかなと神田は思います。なので今日は早川選手と西村選手についてお伝えしていこうと思います。早川選手は皆さんね、もうご存知だと思いますけども、長い闘病生活から急性白血病を克服し、2019年10月5日の鹿児島戦で3年半ぶりに公式戦出場を果たしました。3年半ぶりの出場となりましたが、ブランクを感じさせない素晴らしいプレーだったと思いますし、神田もこの鹿児島戦見ていましたが、忘れられない試合の一つです。早川選手は2011年 U17 ワールドカップに出場し、日本代表のベスト8進出に貢献。筑波大学に進学後、2015年に当時 J1 のアルビレックス新潟に加入。2016年は開幕から3試合連続でスタメン出場を果たしました。
しかし体調不良を訴えて診断結果は急性白血病であることが発覚。懸命な治療の末、選手として2019年に復帰。早川選手は実に多くのポジションをこなすことができる選手だと思います。サイドバックとしての出場が主になりますが、利き足が右でも左サイドバックに入ることが多かったり、それ以外にセンターバックや守備的ミッドフィルダーも可能です。2011年に出場した U17 ワールドカップでは、選手登録の上ではディフェンダーだったと思います。ですけど初戦のジャマイカ戦では2トップの一角としてスタメン出場し、後半からは左サイドバックにポジションを変えていました。2戦目のフランス戦はフォワードとして出場、3戦目のアルゼンチン戦は左サイドバックとして出場、それぞれフル出場を果たしています。さらに決勝トーナメント1回戦対ニュージーランド戦はディフェンダーとして出場し、さらに決勝トーナメント1回戦ニュージーランド戦はディフェンダー、準々決勝ブラジル戦ではミッドフィルダーに登録されていました。3年半ぶりに出場した鹿児島戦では右サイドバックで出場。鹿児島戦では早川選手はあまり攻撃参加せずにディフェンダーとしての役割に集中していたと思います。それでも新潟の3点目は早川選手が前線のシルビーノ選手にくさびとなるパスを出して、そこからレオナルド選手のゴールへとつながりました。これは神田は今でも鮮明に記憶があります。90分フル出場して新潟の勝利に大きく貢献しました。どのポジションでもやれる器用さが早川選手の強みだと神田は思います。早川選手はフィジカルでは決して恵まれているとは思えないんですけども、その不利な状況をポジショニングのうまさで補っていると思います。サイドバックでは機を伺ってオーバーラップで攻撃の起点となりますし、守備でもカバーリングが的確だと神田は見ていて感じます。センターバックのポジションに入れば危険を察知する感覚に優れ、相手とのポジション取りにも負けていないと思います。2016年のシーズンのリーグ初戦の湘南戦では早川選手はルーキーながらスタメンに抜擢されました。試合では新人でしかも小柄ということもあり、終始湘南に狙われていました。ですけども早川選手は的確な読みでパスコースを察知し、早めに足を出してパスカットするなどしっかりとした対応をしていたと思います。今シーズンから新潟が J1 にカテゴリーが上がったことで、早川選手が後手を踏んでしんどそうだなと思うシーンもしばしば試合を見ていて感じる部分があるんですよね。早川選手は前で相手選手を潰すという守備に関してはうまいな、さすがだなと思う部分はあるんですけども、どうしても背後を取られてしまうとやっぱりね厳しいなと感じる部分がしばしあります。来シーズンはこの背後を取られた時の守備、そして背後を取られないようにする守備の改善が必要になってくるんじゃないのかなと、神田は早川選手の今シーズンのプレーを見ていてそう思う部分があるんですけども、偉そうに言ってね本当に申し訳ないんですけども、そこの部分を改善しつつ早川選手の良さを発揮していければレギュラーダッシュしてまたねビッグスワンで活躍している姿を見れると思うんですよね。そこの部分をどういう風に個人で改善していくのか、もしくはチームディフェンスラインで改善していくのか、その辺がね早川選手がレギュラーで出るためのポイントになってくるんじゃないのかなと神田は思います。次はゴールキーパー西村選手。2022年西村選手は
ラストチャンスをつかみ取って新潟に内定が決まりました。西村選手は新潟のコーチキャンプに参加するまでいろいろなクラブの練習に参加していたんですけども、内定がもらえず、周りの同級生が次々とプロになっていく中で、まあ、悔しい気持ちがすごく大きくあったみたいです。周りの同級生が、まあ、プロになり、リリースされることで、まあ、西村選手の中でどうしたらいいんだろうかとスランプに入った時期もあり、すごく辛い時期もあった、そういったことが、まあ、雑誌に掲載されていました。その苦しい時期を乗り越えて新潟に加入してくれたことは神田は非常に嬉しく思いました。まあ、西村選手の特徴はシュートストップ、スピード感、あとは足元の技術があります。まあ、特に新潟はポゼッションするチームなので、ゴールキーパーを起点として足元のビルドアップのところをすごく求めているチームだと思います。西村選手はシュートストップのところもすごいですし、その中で起点になれるような最後尾からのロングボールのキックの精度もすごいです。ミドルパスを使いながらそこから攻撃がスタートするようなゴールキーパーになってもらえたらいいなと神田は期待しています。まあ、西村選手は高校時代から神田はね見ているんですけども、シュートストップに関しては身長187センチの体格を生かせていますし、ボールも怖がらない、俊敏性もあると思いますし、体を大きく見せるのがうまいと思います。一方で足の運びというかステップの部分が少し苦手な部分があるのかなと、感じます。神田が思うに自分の中で一番早くボールに到達するステップがいいステップなんじゃないのかなと思うんですよね。ハイボールの場合はスムーズに落下点に入り、バランスのいい姿勢でキャッチできるかどうかが大事だと思います。例えばバーへのクロスボールにバックステップで下がってゴールキーパーがキャッチするシーンがあった時に、バックステップを選択したのか、それともバックステップになってしまったのかで正しいか否かが変わってくると思います。まあ、その辺をね、西村選手が来シーズンに向けてまあ、しっかりね、成長していってもらいたいなと思います。まあ、ですけども西村選手は前日でお伝えしたように体のサイズ感を含めてポテンシャルは相当高いと思いますし、対シュートの部分に関してはしっかりトレーニングを重ねて着実に成長していると思います。あとは西村選手に必要なのは試合を通しての自分の見せ方というか、自分をたくましく見せるような振る舞いだと神田は思うんですよね。そこは小島選手、阿部選手がすごくうまいと思うんですよね。まあ、日本代表で活躍した長崎さんや川口さん、川島選手のようなオーラというか持っている人の見せ方がこれから西村選手には大事になってくると思います。これから西村選手がまあね、試合に出ていくためには本当にその見せ方というところが本当に大事になってくると思うんですよね。大きな重圧のかかる試合でよりね、出場することによって自信を深めていくことで、その部分をさらにね、成長してもらいたいなと、成長していってほしいなと神田は思います。なので来シーズンは初の公式戦出場に向けて一試合でも多く、新潟のね、ゴールを背負って、ゴール前に立って、ビッグスワンのピッチに立って、西村選手が活躍する。まあ、活躍するってのは、まあ、攻められているので、なんとも言えないんですけども、まあね、本当に、小島選手、阿部選手の存在を脅かすぐらいの存在になってもらいたいなと思います。まあ、本当に神田はね、高校時代からずっと見てきてる選手なので、めちゃめちゃ期待してるんですよ。本当にめちゃめちゃ。
はるかの気ままアルビトークさんでも、西村選手のね、タオマフつけて、出ていたんですけども、本当に西村選手のグッズ、買わせてもらってますので、もらってますのでって言い方、ちょっと上から目線で申し訳ないんですけども、本当にね、買ってますので、本当にそれぐらい期待してる、もう本当に大好きな選手なので、もう本当に、まあ、小島選手、阿部選手と素晴らしいね、先輩ゴールキーパーがいると思いますけども、来シーズン開幕スタメンをね、ぜひとも奪って、西村選手が活躍する姿を本当に見たいなと思います。大いに期待したいなと思います。またね、明日多分リリース更新のリリースが発表されると思いますので、まあ、また詳しい内容はスナック神田の方でまたね、皆さんと熱いサッカー談義をしながらお伝えしていきたいなと思います。皆さんまた明日スナックカンバ、あ、スナックカンバと言いました、ね、スナック神田、19時45分からオープンいたしますので、週始め、疲れを吹っ飛ばすような、熱いサッカー投稿してまたね盛り上がっていきたいと思いますので、ご来店の方お待ちしております。本日も長い動画になりましたが、最後まで見ていただき本当にありがとうございます。それではまた。神田さん、見てください。国宝松本城です。あ、でも神田さん、桜の時期に来たことあるって言ってたっけか。神田さんがお城を好きか分かりませんが、撮影しております。ありがとうね。